はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。今ね、もち米の精米しました。うちの母がね、なんか餅食べたいって言うんで、おい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 このタイミングで餅かよと思ったんですがね、まあもち米食べたいんで、もち米精米してちょうだいっていうことでね、今もち米精米したんですけど、こんな感じです。よいしょ。加減が入っちゃってわかんないかな。よいしょ。こっちにね取ったやつがあるんで、よいしょ。はい、こんな感じでね、見えますでしょうかね。白い米に茶色い米が混ざってます。で、茶色い米は、米ぬかが取れてないやつですね。ということで、精米機入れたんですが、完全に精米されていません。で、これをね、ちょっとこのまま使えないんで、もう一度精米するんですが、精米がね、完全にできない、原因を突き止めないとね、壊れちゃいますんで、今これからね、ちょっと精米機をばらして、修理ですか、清掃をね、やりたいと思います。はい、準備ができましたのでね、これから、精米機をちょっとばらしていきます。で、この真ん中の部分がね、シャフトがこう、奥から来てるんですが、ぐるぐる回るんですが、ちょっと加圧部って言ってね、ちょっと白さの度合いをこれで調整します。で、これある程度こう、加圧かかってるんで、このまず一番最初に、加圧を一回抜きます。はい、で、この蓋開けます。よっこいしょ。よいしょ。錆びててね。よいしょ。で、ここにね、見にくいんですが、ネジが2箇所ついてます。これで、もうこれは、ここはね、もう何回もやってるんで、はい、これと、こちらにもね、ついてますんで、2箇所外します。はい、そうしますとね、これが出てきます。はい。よっこいしょ。これは違うか、今出たのと。泥だね。はい。見合ったね。ちょっとこれ掃除しますとね、中から米が出てくるんで、よいしょ。よっこいしょ。よっ。これは混ざっちゃうとまずいんで。どうしようかな。はい、で、とりあえずね、この中のゴミを一回取ります。あ、エアーが入ってない。よいしょ。ハスラーのね、スタッドレスに入れ替えた時にインパクト使って、
エアゲージも使ったんでね、今ちょっとエアガンの方に繋がってます。はい、でここね、エアで吹けば、あとは、ぬかも詰まってるような様子ないね。この脇にね、2箇所覗き窓があるんですが、詰まってる様子はないですね。大丈夫そうだな。何だったんだろう。ただ単に火が甘かっただけかな。あの火が甘いっていうのは、水分値が高い、だけだったのかもしれないですね。ちょっと今年のもち米乾燥失敗しちゃいまして、少し火が甘いんでね、うまく精米できないかもしれないですね。まあ一応ね、見た感じは詰まってないんで、このまま戻しちゃいます。本当に詰まってる時はね、この左右に覗き窓があるんですが、そこがね、米ぬかでいっぱいになっちゃうんですが、今はもう全然、以前に農協さんで掃除してもらってね、やっぱり回らなくなっちゃって詰まっちゃって、その時のままだったんで、多分ね、今詰まってないんで、このままやってみます。詰まっちゃうとね、30分1時間、機械止まっちゃうんでね、まあ他に仕事がある時はね、ちょっときついんで、まあ今はね、もうサラリーマンやってないんで、もう時間あればメンテナンスを、してやればね、そういう単純なトラブルがないんで、はい。じゃあ、これ、もう一度ね、カーソルを取り付けます。逆か。こっちでいい。じゃあ逆に。いいんだよ、こっちで。これ逆か。ネジがこっちで。ネジがこっちで。これがこっち、あれどっちだっけ多分これ動画撮ってんでねまあとりあえずやりやすい方でやってきますまあ後で間違ってたらね、もう一回付け替えますので、白いね、指で回る方のネジどっちだったかなって今一瞬忘れちゃいました。こっちだったような気がしたよねまあどっちでも体勢にね、あまり変わりはないんですが、よっこいしょ。だから今はいいですよね。携帯でも動画撮れるし、まあ、こういう本格的な動画も撮れるしね、後で見て、あ、これ間違えたなんてね。ネジなんか結構ね、場所によって長さが違うんで、太さ同じでもね、長さが違うんで、結構後であれっていうのありますよね。よいしょ。ですから、まあ、自分なんかが機械ばらすときはね、必ず位置分かるようにね、くっつけてあった位置と同じようにね、段ボールとかベニヤ板の上に並べて、後でね、ネジが分かんなくならないようにするなんてことはやってますよね。大丈夫だね。もう持って閉めようか。こっち。よいしょ。よいしょ。
はい、じゃあ一応詰まりはなかったみたいんで、もうもしかするとただ単にね火が甘いだけかなと思います。よいしょ。これもね、ちょっと錆なんか出ちゃって、時間があったらちょっとメンテナンスこそやりたいなぁなんて思ってるんだけど、なかなか時間がなくてね。で、これ加圧をね最初からかけとかないとダメなんだね。 4.5 ぐらいだったような気がしたな。ここが4でここが5なんですけどね、0からずるぐるっと一回りして9まであります。で、半分よりもちょっと 軽めですね。 4.5 で調整してます。あ、そうだ、これで、一旦ね、シャッター閉めます。シャッター閉めて、よいしょ、よいしょ、これ戻っちゃうんですね。よいしょ、はい、戻して、もう一度ね、ここは米を出します。よいしょ。これがぬかを入れる袋、受ける袋ですね。あ、多分映ってないか。よいしょ。はい、準備できましたんでね、回してみます。で、これがね、重量です。ちょっと半分ぐらいでやってみます。2回通してみたんですが、やっぱりいまいちなんですよね。原因が分かんないんだよね。で、とりあえずちょっとうちの精米機で、精米するのは諦めて、これからコイン精米機でやってきてみます。で、コイン精米機で白くなればね、うちの方の問題だし、白くならなければ米の問題っていうことでね、10キロだけちょっとコイン精米でやっていきたいと思います。